なんと今日この場所に今ねニュースなどで本当に本当に話題になっております、安羽さんが来ております。安羽さん、あ、ワンちゃんを、ワンちゃん連れてきたんですね。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、安羽です。イエーイ。1万5000人の皆さん、ありがとうございます。モネちゃんどうぞ一緒に来て。お元気ですか。はい、あのですね、私が今あのヤフーニュースでも話題になっていますが、モネちゃんの所属事務所の社長と一緒に、アイドルをプロデュースすることになりました、心踊るというアイドルのプロデュースになります。それで、はい、ありがとうございます、いらっしゃいませ、それでもう12月14日の安羽 TV ウェブサイトの TV が始まりまして、そこで、募集をかけます。それで、私が初めてのプロデューサーになってアイドルをがっつりいきたいと思ってますね、モネちゃん。はい、楽しみです、安羽プロデューサー。はーい、それで、モネちゃんはそのお姉ちゃん分として頑張っていただきたいと思います。今日はモネちゃんがライブをやるということで私が応援に駆けつけました。皆さんも、いらっしゃいませ、間に合いました。はい、皆さんもアイドルの、親衛隊の、親衛隊って言わないの、ファンの古いわね、私昭和だからごめん昭和だからね、それで私も初めてのプロデュースということですごく張り切っていますし、まあ、皆さん戦々恐々となさっているという情報も入ってきております。どんなアイドルグループにしたいかね、モネちゃん。まあ、安羽さんがプロデュースということでかなり破天荒なね、もう毎回何するかわからない、そんな感じのを楽しみにしております。モネちゃんも相当破天荒で、私こないだ会ったばっかりこんなお嬢さんだと思わなかった。ファンの皆さん、あ、そう、皆さんありがとうございます、どうぞよろしくお願いします。そういうことで今日は犬とお散歩がてら来て、とてもいい、川崎に初めて来てとてもいい感じで過ごしております。これから私も結婚したり、婚約しました、ありがとうございますありがとうございます。女性としても大変幸せでございますし、おかげさまでとっても充実した毎日を過ごしております。でこれからイランの方と、あれなんですけど、イランと国交も私が友好関係を結んだり、いろいろな事業に携わっていきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。じゃあせっかくカラオケがあるから歌いましょうか。じゃあ頭から出してください、はい、じゃあ結構ちょっとお座りしててね、お座りしてて、チッコしちゃダメだよ、うんちもダメだよ、分かった、お座りしてて、ママの歌好きでしょじゃあ青空の下久しぶりに歌おうかね、おまわりさん来ないかなって声でかいよ、いきます、はい、もっと大きくしてもらっていい、あ、そのぐらいだよね、あ、あ、あ、そう、フライデー、フライデーチェーン、あんたくしっこしちゃダメ、真夜中の人ゴミだ入ってっちゃう、そう、フライデー、フライデーチェーン、はじけるネオンサイン、肩にぶつかる地雷、ウインクを投げる知らん顔のあなた、戸惑いの一コマ、踊り疲れていても朝まで遊ぶわ、港の見える場所で何か飲みたいのよ、ジャスミンに口づけよ、 It's a Friday, Friday Chinatown、 私も異国人ね、
さすがプロです。皆さん、ヤスハです。本物のヤスハです。ヤスハただじゃなかなか聞けませんよ。高いですよ。お店に並ぶ君のドレスを指さす渋い顔のあなた、わがままが言いたい。愛想笑いのおばさん、きっと似合うわと、どこか静かな場所で着替えてみたいのよ。ジャスミンに口づけを It's a Friday, Friday Chinatown 私も異国人ね。 It's a Friday, Friday Chinatown ジャスミンに口づけを It's a Friday, Friday Chinatown 私も異国人ね。モノマネではございません。どうもありがとうございました。じゃあこれから心躍るのプロデューサーとして頑張ります。皆様、ファンの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ごめんね、トゥルーが欲しい。はい、ありがとうございました。ヤスハさんでした。皆さん大きな拍手。本物のヤスハさんに今歌った時、まさかね、川崎のこの路上で本物のヤスハさんですよ、皆さん。ここにあります、心躍るというアイドルグループをこの度、昨日か一昨日、Yahoo ニュースとか、トースポ見たよという方いらっしゃいますか。ね、ありがとうございます。安田さんがアイドルグループを、今回プロデューサーとして、やっていただけるということで、はい、今日はですね、その、同じ事務所のですね、根本萌音が路上ライブをやってるということでですね、駆けつけていただきました。それで今、フライデーチャイナタウンを、あの名曲のね、フライデーチャイナタウンも歌っていただきました。皆さん、本物の安田さんですよ。ぜひぜひ、ね、ね、見てください。ね。はい。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、皆さん、本物の安田さんですかね。もう、こんなね、間近で安田さん見られるんですかね。ね、本当に破天荒な方で、ね。アイドルグループも破天荒アイドルということでね。破天荒ですかね。破天荒じゃない。ね、破天荒のね、方がね。ね、本当にね、破天荒のアイドルグループを作るということで、すごい楽しみです。ぜひ今あのフライヤー配っております。ぜひね、このアイドルグループのね、皆さんね、ご紹介していただければ、なんかアイドルやるよとかいう方身近にいましたらね、ぜひご紹介いただけたらなと思っております。はい、皆さん、本物の安田さんがここにいらっしゃいます。おととい、Yahoo ニュース、東スポ等でね、アイドルグループを結成するということでね、言いました。林家一門ね、林家三平師匠の娘さんで、ね、安田さんですね、今こちらにお越しいただいております。ぜひ皆さんね、こちらに、ね、お越しください。本物の安田さんがございますからね、皆さんね、写真も撮れます。はい、写真撮れますよ。皆さん、本物の海老名安田さんいますよ。今林家三平師匠の娘さんの安田さんがここにいらっしゃいます。お写真も今撮れますからね。ぜひぜひ、ね、2日前にね、ニュースになりましたね。まあ、2日3日前っていうかね、いつもニュースになってる方なんですけどね。本当に毎度毎度ニュースになってるんじゃないかというね。もう最近だとフジテレビのバイキングとかでも ね、あの出てますけどもね。はい、いろんなね、お騒がせと言われております安田さん。まあ失礼ではございますけども ね、大変失礼ではございますけども、ね、いろいろお茶もね、すごい楽しませていただいておりますので、本当にありがとうございます。はい、本日もここでね、川崎路上にね、まさかの安田さんが来ていただけるというね、すごいことになりました。皆さん、林家三平師匠の娘さんの安田さんがここにいます。先ほどフライデーチャイナタウンを歌っていただきましたね。アンコールないのかな。アンコールです。はい、2日前に発表いたしました、心躍るというアイドルグループを安田さんがプロデュースすることになりました。そこでですね、皆さんね、いろんな声があります。安田大丈夫なのかと、ね、プロデュースできるのかと、僕は知ってる安田さんだと、もうこの方はすごく頭がいい、天才、本当天才なんですよ。
だからね、皆さん、あの天才とあのなんとか神違い、ね、神違いって言うたらすいません、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 師匠すいませんあ、すいません、ありがとうございます。最後に一言。じゃあ皆さん、今日はありがとうございました、今後ともどうぞここの踊る、そして社長、野原社長、それからスタッフの皆さん、だから私も一丸となってアイドルグループを、地下アイドルだったのね、そう、地上を飛び越して、北朝鮮のロケットみたいな飛ばそうと思う危ない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 、そもそも放送コード引っかかっちゃう。そういうわけでドカーンと行きますので、ぜひ応援よろしくお願いします。バーファンの皆様が命でございます。どうぞファンの皆様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。安田さんでした。大きな拍手。はい、この後はですね、安田さん帰ったということでね、僕がね、この後僕のリサイタルショーを通りね、歌いたい、歌ったことないんです、すいません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、この後は根本萌音の、路上ライブの方をさせていただきます。先ほど言いました、心を踊るというね、アイドルグループ、実は言うとね、根本萌音昔そのアイドルグループで、センター兼リーダーをやっておりました。プレッシャーを与えるわけじゃないですけども、ぜひね、根本萌音の歌も聴いていってください。それでは根本萌音のね、ライブの方を始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、改めまして皆さん、こんにちは、根本萌音と申します。先ほどね、ゲリラで安葉さん歌っていただきました。そしてね、安葉さんがあのプロデュースする心を踊る、あの今ね、あのメンバーを募集しています。皆様の周りに破天荒な女の子、アイドルやりたいって言ってる女の子などいましたら、ぜひぜひこのお話を教えてあげてください。募集期間ね、わずか短いので、ぜひそういう方いましたらご紹介してください。よろしくお願いします。そして今からね、私歌わせていただきますので、皆さんちょっと寒いですが一緒に盛り上がっていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、カメラ持ってる方もぜひね、写真撮って拡散してくださいね。よろしくお願いします。それでは一緒に楽しんでいきましょう。それでは根本萌音で3枚目のシングル聴いてください。ジパング。スヒレ花びら風に揺られ遠い故郷を思う日に、行くで水面に映しられおぼろ月眺めてたが、夜が詰まつほど良い天罰、一心が不審そりゃ開始、衣装両端も不審しぶき患者になれ、トラッシュ笑うやつきの声、メガネ半角さめの歌、握る感覚ひまりを込めて涙ぬぐる、騒げ残念いざ行く急世の炎、食べてるメンバーのわらわら文明もの、スキレバタケに乗り込めて武器を唱えるさかのライブ、皆は寄り添い微笑みかで同じ空見上げてたな、スキレ見つけた十三夜いつか落ちなせる見えない無敵な花の子を助けるため、いつだって道歩いてたが、おしべなしやつはあらゆか見せるおいらんごらんし、そしてこの弱さが法務上の暴れじゃ、きらびやかに見える日陰は遠い家族の思い込め、孤独な酒に踊りとあむれ哀れな夜、
ということでね、久しぶりに会える方もいまして本当に嬉しいなと思います。これからね、たくさん歌わせていただきますので、皆さんぜひともよろしくお願いします。そしてご通行のね、妨げにならないように皆さん前の方でね、見てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。